館長の美術館ザッピング55。小泉真也館長が美術館を歩き回って気づいたことを綴ります。西田俊英展不死蝶の見どころその3です。西田俊英。合唱月光と。緑体の差は。半世紀の時を超えるもの。会場の最初のコーナーに、西田氏が高校時代に描いた作品が3点展示されている。和紙に油彩という変わった技法だ。手のひらサイズの方形パネルを規則的に継ぎ合わせて画面を作っている。その継ぎ目で、人物や鳥の輪郭線や色彩が微妙にずれているのは、各パネルを別々に描いていたからだろう。しかし、ずれは気になるどころか、むしろ盛り上げたり、引っかいたりされた複雑な絵肌が、生き物のようにうごめいている様子と響き合うようで、見ていて飽きない。テーマは、ベートーベンの楽曲から西田氏の想像力が視覚化したイメージだ。合唱は、中央にアーチのある船のような街。月光は記号のような木々の茂る森である。そこで服装も髪型も表情も半然としない不思議な人々が演奏している。誰にとっても、異国情緒が感じられるだろう。特定の現実を超えたメルヘンの手本のような作品である。これが16、17歳の高校生の作品であることが信じられない。緑体の沢は、それから50年以上が過ぎて、屋久島で描かれた、不死鳥のための素描である。手のひらサイズの画用紙を継ぎ合わせて170センチメートルの画面を構成している方法が全く同じである。岩に張り付く苔を丹念に描き出す姿勢も、高校時代の絵肌作りと驚くほど共通している。優れた画家は、最初期から感性が連続しているのだ。しかし、高校時代は画面と画家の脳内を往復していたイメージ世界は、緑体の沢では周囲の沢全体に広がり、見ている私たちを、屋久島に連れ出して解放してくれる。西田氏が半世紀を画家として生きてきた証である。